写真拡大。巨人6-3ヤクルト。セリーグ16日、巨人が5連勝で両リーグ最速の50勝目。亀が同点の4回に勝ち越して記事だ。7回にソロを放った。山口は DeNA から移籍後、初の2桁勝利。ヤクルトは50敗目。中日3の2阪神、セリーグ、16日、中日がサヨナラ勝ちで今季初の6連勝。9回、アルモンテが押し出しの四球を選んで、接戦に決着をつけた。阪神は5連敗となり、自力優勝の可能性が消滅した。DeNA 8の5広島、セリーグ、16日 DeNA が快勝。同点とされた直後の7回、ロペスの敵地だ。佐野の2点打などで4点を奪って勝ち越した。広島は2番手レグナルトの乱調が響いた。